会話のプライバシーを守り、快適な音環境を提供する音のヤマハによるスピーチプライバシーシステム VSP2 をご紹介します。皆さんはご自分が勤めているオフィス内でこのような会話による音の問題に遭遇したことはありませんか？会議室内の会話の内容が外に聞こえてしまったり、関係のない周りの会議内容が気になってしまったり、そんなお悩みにはヤマハのサウンドマスキング製品であるスピーチプライバシーシステム VSP2 が解決します。高いマスキング効果により第三者に会話内容を分かりづらくし、心地よい音環境でお客様の安心を守るサウンドマスキング製品です。サウンドマスキングはコミュニケーションが欠かせない多くのビジネスシーンで、会話から漏れてしまう機密情報やプライバシーを守りたいという要望にお答えします。さまざまなマスキング音の中でもクラシック音楽などの BGM ではマスキング効果はほとんどなく、簡単に会話の単語を聞き取れてしまいます。ヤマハ独自のマスキングでは一般的なノイズマスキングに比べてより小さい音量でその効果を発揮します。会話の内容によって他者の作業への妨害を防ぐことができるサウンドマスキング、ヤマハが独自に開発した情報マスキング音を流すことで、聞かれたくない会話を人の声や自然の音で包み隠します。オフィスのオープンプラン化や様々なシーンでウェブ会議が行われるようになったことで、他者の会話が作業を妨害する問題が発生しています。スピーチプライバシーは集中力の維持に貢献し、生産性の向上に寄与します。実際の音を聞いてみましょう。VSP2 は音のヤマハ独自のマスキング技術、より小音量で不快感の少ない音を実現しました。実際のマスキング効果を聞いてみましょう。簡単なプログラム変更できそうですので、スケジュールにはほとんど影響せずに機能が…まずは VSP2 検証機をレンタルしてご体験ください。ヤマハ音環境製品サイトではより詳しい製品の情報と販売代理店の一覧をご確認いただけます。VSP2 検証機レンタルのご希望は販売代理店経由にてお申し込みください。詳しくはヤマハ音環境で検索。